今回はアドラー心理学×幸福学でつかむ幸せに生きる方法という本をご紹介します。私たちは子どもの頃から多くの否定的な評価を受けて育ってきました。気が利かないなぁ、もう少し優しくできないの、だからダメなんだよなど言われ続けました。相手はおそらく善意から言っていたのかもしれませんが、これによって実際に問題が解決した人はどれくらいいるのでしょうか。心理学的に言えば、この種のダメ出しは問題の原因を特定し修正しようとする原因論のアプローチに該当します。一方、本書が提唱しアドラー心理学で支持されているのは目的論です。このアプローチでは問題の悪いところではなく、むしろ良いところに焦点を当てます。例えば、気が利かないをおおらかに言い換えたり、他人が優しくしてくれた場面を振り返ってその良い部分を伝えたりします。アドラーによれば、意識された部分は強化されるため、ポジティブな側面に焦点を当てることで問題解決に近づけるというのです。ここで述べたのはアドラー心理学の一部ですが、これだけでも希望に満ちた気持ちになれることでしょう。アドラー心理学は客観的な事実よりも当事者の主観に重点を置き、その人がどのように感じたかに共感し、幸せな方向に向かうことをサポートします。この本ではアドラー心理学と幸福学の観点からどのようにして幸福な生活を送るかを分かりやすく説明しています。自己理解、人間関係、キャリア、子育てなど日常の悩みや問題に役立つアプローチが提供されています。ぜひ本書を手に取り、幸福な生き方を見つけてください。